はい、皆さんこんにちは。スペースビ編集長の太田です。いかがお過ごしでしょうか。編集長の時事ネタ放談は、私の気になる時事ネタを独り言のようにつぶやくコーナーです。今回の時事ネタは、ソラノのトーイングプレシリーズ A で約 1.4 億円資金調達です。12月下旬にトーイングはビヨンドネクストベンチャーズ、エピストベンチャーズ、ノブラキャピタルビレッジがそれぞれ運営するファウンドを引き受け先とした第三者割当増資によりプレシリーズ A ラウンドにて約 1.4 億円の資金調達を行ったと発表しました。今回の資金調達により累計調達額は約 1.8 億円となります。資金調達の主な目的は、愛知県刈谷市に自社農園を立ち上げ、ソラノの実証を行うことのようですね。まあ、それに伴い研究者、農園長、エンジニアの採用により研究開発体制を強化するとともに、事業開発人材の採用により組織体制を拡大し、すでに実験レベルでは実証済みのソラノの量産化に向けたシステム開発を進めるんですよね。ソラノを、まあ、少しですね、こう補足するとですね、人工土壌高機能ソイルを活用した次世代の作物栽培システムになります。高機能ソイルは植物の炭等の多孔体に微生物を付加し、有機質肥料を混ぜ合わせて適切な状態で管理して作られた人工土壌の名称です。農業食品産業技術総合研究機構が開発した技術に基づき、トーイングが栽培システムとして実用化したんです。今後月面や火星の土をベースとした高機能ソイルを開発し、宇宙でも作物栽培可能なシステムの実現を目指すようです。まあ、やはり事業を軌道に乗せるには、地球の事業で成果を出してから宇宙へ行くのが現実的でしょうね。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。上にマーク出てお願いします。